信号空間ダイアグラムとはデジタル変調によるデータ信号点を二次元の複素平面上に表現した図である。信号点配置図とも言われる。図の横軸は実軸または同小軸、縦軸は巨軸または直角位相軸と呼ばれる。このように形成された図形にプロットされる点は信号点と呼ばれる。それらは モジュレーションアルファベートを包括する一セットのシンボルである。その配置が星座に似ていることから日本語でコンスタレーションと呼ばれる。信号点同士の頭上でのユークリッド距離を信号点間距離と呼ぶ。また、各シンボルに割り振られている符号同士の文字配列の違いの程度はハミング距離と呼ばれ受信し復調後に通常を行われる。 上調信号からの誤り検出と誤り訂正の処理における実効性を高めるために信号空間ダイアグラム上で隣接するシンボル同士のハミング距離が最小となるようにグレーコードを使用するなど考慮されている。この図が表す複素平面は同時に両軸の0点を中心軸として信号の振幅と位相を示しており0点からの距離が振幅を表し 0点からの角度が位相を表す。つまり、中心から等距離にあるシンボル同士は、信号波形の振幅が等しいが角度が異なるので、位相は違っている。下の四つの図ではシンボルが整然と円形に並んでおり、これらは位相変異変調という名が示す通り、0点からの距離が等しいので信号の振幅は変わらないが位相が異なることで、デジタル情報を伝達している。 炎上に並べるだけでは8つ程度の位相状態より多くを配列しようとすると互いの信号波形が類似してしまい微小なノイズが信号炉に混入するだけで受信側では判別不能となるため位相変調だけではあまり多くの信号状態を詰め込めないそのため位相変調に振幅変調も加えることでより多くの信号状態を持たせた例が直角位相振幅変調である 直角位相という名の通り、二つに分けた元信号の、それぞれに、正弦波と予言波を乗算することで互いに、相関のない信号を作り、この二波を加えて送信する信号とする。複素平面上では、新波は通常、横軸方向での変調を担い、コス波は縦軸方向での変調を担う。数で16個のシンボルが整然と並んだ16、q a m を例にとれば、 真波にプラス一プラス零点五マイナス零点五マイナス一の四つの状態を取らせて、元信号のうちの二ビットイコール四状態をそれぞれに割り振れば、頭上では左右方向に四つの異なる位置が与えられる。同様に、コス波にプラス一プラス零点五マイナス零点五マイナス一の四つの状態を取らせて、元信号のうちの二ビットイコール四状態をそれぞれに、 割り振れば、頭上では上下方向に4つの異なる位置が与えられる。これら10四4つずつで44イコール16の状態が得られるので、円状に並べる8つのシンボルの2倍の状態、つまり3ビットに対して4ビットの情報が1つの信号波で送れることになる。ありがとうございます。